小瀬駅は埼玉県入間郡小瀬町大和小瀬にある東日本旅客鉄道東武鉄道の駅である JR 東日本の八高線と当駅を終点とする東武鉄道の小瀬線が乗り入れ接続駅となっている東武の駅には駅番号として TJ47 が付与されているなお東武鉄道は有人駅であるが無人駅となっている JR8 高線関連の業務は行っていない。旧駅舎単式ホーム一面一線を有する地上駅である。かつては、島式ホーム一面二線を有し交換可能であったが、エレベーター設置工事のため2013年3月16日のダイヤ改正より当駅での列車交換は行われなくなり、同年4月7日から既存の交換施設を撤去する防線化を行い、一番線は 廃止、決番となった。また、八高線と東部おも線の線路はつながっていない。無人駅。2019年3月からの無人化に伴い、ホーム上に待合室が設置された。なお、ダイヤ改正直後は、待合室内に近距離券売機が設置されていたが、故障で使えない期間が長かった。また、紙幣は1000円紙幣しか使用できないことや、 IC 乗車券のチャージもできないことなど課題が多かったため、現在は新型券売機に切り替えられている。このほか、オレンジ色の乗降車駅証明書の発券機も同様に待合室内に設置されている。乗り場島式ホーム一面二線を有する地上駅である。2013年10月から坂戸寄りにエレベーター設置のため、駅末端のトイレ設備を撤去し、 ホーム北側に約1両分ホームを延長し、翌年の1月に列車の停止位置を変更した。2019年3月から JR 八高線との改札が分離されたことにより、おごせ線専用の自動改札機、自動券売機、乗り越し生産機が設置され、自動券売機にて、東武鉄道の各種乗車券が購入できるようになった。なお、ホーム幅が狭いために、 駅事務室は改札内のホーム末端に設置されており、インターホンを設置して対応している。乗り場2016年8月に、JR 東日本、東武鉄道、小瀬町の3社において、小瀬駅東口開設事業に伴う基本協定書を締結し、東口及び東西自由通路の整備を行ってきた。これにより、2019年3月16日より、 東口と東西自由通路の共用を開始し、JR と東部の改札が分離された。2019年3月16日の東口開設以前は、JR と東部が駅舎、改札を共用する共同使用駅として、八高線のホーム脇の駅舎にて、駅業務、改札が行われていた。駅業務は、JR 東日本高崎支社による直営駅となっており、 もろ駅が当駅を管理していた。また、緑の窓口が設置されていた。自動券売機は JR 仕様のものが2台設置されており、スイカよび相互利用可能な IC カードやオレンジカードで東武鉄道の乗車券が購入可能であった。改札分離前までは改札内で JR と東武、相互間の乗り換えが可能であったが、2007年3月18日に、 スイカパスモの相互利用が開始されたことに伴い、古戦橋上に JR 東部連絡用の簡易 IC カード改札機が設置された。IC カードで保護せ線を利用する場合は必ずこの簡易 IC カード改札機にタッチする必要があり、タッチしないと実際の乗車経路とは異なった運賃が差し引かれていた。なお、当駅から入り出場する場合は、 改札口の IC カード改札機にもタッチする必要があった。また JR 東部おもせ線にエレベーターが設置させたことにより専用の個線橋を新たに設け、建屋内部にも同様の会社線連絡専用の簡易 IC カード改札機が設置された。JR 東日本東部鉄道、ありがとうございます。